さあ何一曲三本歯になります。さあまあここからは、まあ、みんなトップ取りなんですけど、はい、みんなが親残ってるのがまだいいですよね。そうですね、はい、まだみんな連チャンしたり上がったりすると全然あるので。さあ私今の曲は全員がね、まあ、村上プロちょっとあの追いついてなかったですけど、うんうん、あとの3人もね、そうですね、全員手がぶつかりましたね、はい、さあ一気に点数が7万点オーバーとなった7万点ですか、まあ、4万8千ですからねさあ逆に今度は藤崎プロは自敗を貯めていくんでしょうか。いや怖いですねこのタク4人がみんな、まあでもそうなっても不思議ではない予選でしたよね。予選ってことね、手が来ました。少数詞か少数詞かなんかホームラン競争みたいなさすがエキシビションマッチっていう感じもしなくはない。さあ自敗がまだシャーが場に1枚出てるだけ。さあトンから来たがこれはそうですね、ここはやっぱ泣かない方がいいね。藤崎プロが泣くとやっぱりそれなりに警戒されちゃうんで、なんちゃですしね、はい、トンシャーから、まあ、2枚目はしょうがないでしょうけど、うん、あとダブナンぐらいは動いても大丈夫だと思うんですけどね。そうですね、はい、自然なダブナンは自然だと思います。ただなんだけ重なった重なりました、来た来ましたね。なんだこのタクは。これでも浜井さんもちょっと変な捨て牌してるし、そうなんですけど浜井さん出そうですもんね、いらなくなって。そうですね、でリャンソさえ入れとけばみたいな感じになってるんじゃないですか。これは金子さんもイーシャンテン、イーシャンテンですね。うわこの小さは痛いけど、まあ、しょうがないですね。藤崎プロとしては小数シート水素を狙ってると思いますね、はい、もうここは圧倒的に。さあ2曲連続役満ということが起こってしまうのか。チーピンを引き入れた、これでさらに広い形になっている金岡さん。さあそうか、2位層まであるんですね。そうですね、白昼重なりで、さすがにドラ切るとやりすぎなんで、はい、1回温存しましたね藤崎プロが。なるほど、はい、ドラ切るとやっぱりできるだけ地味な感じ、地味な感じにしないといけない。ただ相当変ですけどね、はい、もう手出しで7、8、9って出てるんで。さあ浜石さんから出そうで出ないですね、あの自敗が、ね、浜石さんもなんか国士風味の捨て牌なんで。あさあ金岡さんが三面ちゃんフリテンリーチ、フリテンだけどもう展望の壁でリーチですねはい、さあこれはどうするか。まず自敗から、まあ、ドラは完全勝負牌ですね。そうですね。さあこのイスチーマンがどうだ。ペイは止めた、あー一発相撲だすごい強いさあメンタンピン一発相撲6000オール裏も乗ったようですさあこれで9万点にいってしまったか。おそらくちょうど9万点にはなったのではないかなと。さあ今来てるのは間違いないとは思われますが、本人的には微妙な感じかもしれません。金岡さんすごいのは上がった時も劣勢の時もリズムが一緒なんですよね。それはあのさっきの決勝戦見てて思いましたね。あのオーラスのシャートのシャンポンリーチで追っかけられた時だけ若干積もって切る動作がちょっと変わったぐらいで、もうそれまでずっと同じペースで打ち続けるんで相当強いなと思いましたね、あの精神的な部分では。